今回試作するのは、うん、懐かしのキャロウェイ GBB エピックのサブゼロ、うん、初代エピック、うん、初代ジュエルブレイクだっけ、うん、柱ですよ、うん、もう今となって柱なしですよ。柱ないですからもう今初めて柱入れたやつね。ですね。めっちゃ売れたらしいですから、うん、マキロイもね2016、17ちょっとだけ使ってたらしいです。へえ。禁断のってもうすごいでしたもんね。禁断のだったっけ、うん、あの見た目どうですか。ただここがね熱く感じるよ。ディープっぽい、うんうん、でもいわゆるでもちょっとやっぱキャロウェイっぽいクラウンの見た目はしてるし、うんまあ、サブゼロっていうだけあって2箇所のウェイトソールにありますよ、うんまあ、今でいうトリプルダイヤとかね、うんうん、で今回 2g と 12 の, この純正のウェイトですけど前12にしてますね、うん、とりあえず、うん、で後ろにそうこの時からねすごいカーボンの量だよね。そうだよね。でもこの金属感がすごいよ。うん、そこ重そうだけど、ね。そうなのよ。重そう思うんだけど。今だからフォージドカーボンで、うん、ほぼほぼこの真ん中、うんうん、カーボンですから。ここ違うでしょ。そう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 。うん、まあちょっと打っていきましょう。はい。シャフトは、私は使ってる CQ5S。はい。はい。ですね。あと開いて見える。あ、開いて見えるね。でも AI の方も開いてるって結構言われる。うん。行ってみようかな。はい。7年前？うん。8年？そんぐらい前です。音すご。音すごいけど、ちょっと捕まってないね。うん。いや、昔打った時に手強かったイメージあるんだよ。あるある。うん、だからその時も多分前が12とかじゃないのかな、うん、やっぱ12前だとねちょっと捕まんないとかあると思うよ。ちょっと捕まえたいな。あら、あ全然違うね。あれれ早々に12を諦めるまあそれでもいいと思うよ。うん、ラストちょっとラストにしましょう。もうちょっとあがいてみるわ。うん、もうちょっと捕まえてほしいよね。捕まえたよ。うん、おまあまあかな。ちょっと上目でしょ、うん、ちょっとでも初速物足りないね。初速感がやっぱり肉眼で今の方が早いかな気がするよね。うん、で僕も前12で、あでも今のキャロウェイとやっぱ雰囲気は近いね見た目の。うんうん、あでもより確かに逃げっぽいね顔が。そういう風に見えるよね。見える見える。前12ってキモ全然違うってすっごい来るよねフェイス側に。なんかうわーってきたね今、うん、でこうなったらもう右でしょ次。ライナー低いね。うん、へえ。でもやっぱ初速は速いよ。さすがキャロウェイって感じはするけど、もうちょい高弾道でねいいけど、前12だからまああれぐらいでいいのかな。うん、うわちょっと前12タイミング無理ラストやっぱね、アッパーで打とうとしてんのに、うん、ずっと一個そうねタイミング
おう。よーし。あれ？ドロップした？ちょっとドロップかもね。ちょっと上目だったけど。うん。新しいが飛ぶんじゃねえのか。まあ、ちょっと前後変えてみましょうよ。前後変えたら変わるかもしれないです。今のほらトリプルダイヤなんかは、うん、まあ、もちろん入れ替えていいって言ってるけど、うん、後ろが14、うん、より後ろ重く作ってる、うんうん、で真ん中カーボンにする。だから今のトリプルダイヤ、ね、結構上がりやすい、うんうん、特に AI のやつは、うん、できました。はい、じゃあ後ろ12です。うん、もちろん、あ、でもねちょっと雰囲気変わったね、今風。うん、ああいいじゃん。あ、振りやすくはなったね。うん、ちょっとスピン入るんかな、うん、今の感じ見てると。おお、わ、強いね。やっぱ飛ぶな、キャロウェイ。あ、全然違うわ、やっぱ飛ぶね。うん、いや重すぎて手に負えなかった前が。ちょうど良くなったと。あ、これ調子に乗った。申し訳ない。いや、こういうのも入れとかないと。よし、ちょっと飛ばしてみたいです。最長を。おお、ちょっとでも上に登っていってない。おお、やるな。いった。今のは激震食ってんの。うん、もうでも次は打てないと思う。ないね、そんなにいつも打てない。強烈フックやった、右からの。やっぱシャフトが合ってねえな。そう、まあね、僕でも合わせていただいて。おお、でもちょっとスピン多くない？あー、うーん、ちょっと入ったかもしれないね。まあまあいい球やったけど。うん、ちょっと上目。うん、おお、でも若干ね押し負けてるよ。ミスヒット時に今の AI ほどこうミスヒットでもグッていかない雰囲気はするよ。でもいいね、うん、やっぱり飛ぶね。いや、そこら辺のねちょっと飛距離どうかなっていうモデルよりは飛ぶだろうね。やっぱ12にしたら上がるしね。うん、上がるね。変わるね、だいぶ優しくなった感じがする。うん、うん、あれ割と安定するね。よし、ラストちょい振る。あ、ちょっとスピン多いかな。おお、まあでも行ってはいるね。いや、やっぱり、ね、そんな10ヤードとかはさないかもしれない、うんうん、結構詰め寄るぞ多分最新にも。たださ、この最近のヘッドのなんとなくコース内に残ってる雰囲気っていうのはやっぱり今の方がありそうだよね。今の方がねちょっとミスヒットとか、うん、うん、若干
初速の雰囲気っていうのはこいつもやっぱ出るよ。まあ人気出てただろうね。これでもさ、昔のこういう飛ぶクラブってさ、振れば振るほど飛びそうだね。広告的には多分すごいやっぱ売れるだろうなっていう、まあ、飛びに関してもだけどね。ただもうね、今買うのはおすすめしない、ね、あ、そうね、劣化がね。だけど今の僕のヘッドスピードっていうか、友以上ぐらいから、うん、危ないんじゃないかなっていう、うんうんうん、そのカーボンの方からささくれ出すっていうね、うん、接着面とかね、ちょっとね危ない気もするんでね、うんうん、まあでもさすがキャロウェイ、うん、飛ぶぞというような感じですということで、次回、うん、まあヘッドスピードごとで分けますけど、 AI のトリプルダイヤ、うんうん、とこれの比較です、うんうん、っていうような感じです。はい、以上です。はい。